はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回は YouTube のライブ配信のコメントをニコニコ風に OBS で表示させる設定方法について解説します。実際に解説している設定方法を行うと、配信にコメントが行われた時にニコニコ動画のコメントのように OBS に表示されるようになるので、今以上に面白い配信環境を作ることができます。今回は YouTube でのライブ配信で試していますが、おそらく Twitch などの他のプラットフォームでも可能だと思うので、興味がある人はぜひ参考にしてみてください。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。まずは必要なソフトをダウンロードしていきますが、コメントジェネレーター、ニコメントジェネレーター、マルチコメントビューアーという3つのソフトを準備する必要があります。ちなみにどのソフトも無料で利用できるので安心してください。ただそれぞれのソフトはアップデートが行われているので、時期によっては仕様変更で解説している方法を行ったとしても正常に機能しない可能性もあります。また Windows 10の PC を使用して解説していくので、あらかじめご了承ください。まずはコメントジェネレーターのダウンロード方法ですが、説明欄にダウンロードページのリンクを記載しておくので、実際にクリックしてこのような画面を開いてください。次に一番上にあるコメントジェネレーターが最新版になるので、ファイルの項目にある .zip をクリックしてください。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下に圧縮フォルダがダウンロードされますが、ひとまずダウンロード自体はこれで OK です。ファイルの展開や実際の設定方法に関しては必要なソフトをすべてダウンロードしてから解説します。次にニコメントジェネレーターのダウンロード方法ですが、説明欄にダウンロードページのリンクを記載しておくので、実際にクリックしてこのような画面を開いてください。次にコードのボタンをクリックしたら、ダウンロード ZIP をクリックして圧縮フォルダをダウンロードしてください。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下に圧縮フォルダがダウンロードされますが、ひとまずダウンロード自体はこれで OK です。ファイルの展開や実際の設定方法に関しては必要なソフトをすべてダウンロードしてから解説します。次にマルチコメントビューアーのダウンロード方法ですが、説明欄にダウンロードページのリンクを記載しておくので、実際にクリックしてこのような画面を開いてください。次に安定版の項目にあるバージョンの数字をクリックしてダウンロードを行ってください。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下に圧縮フォルダがダウンロードされますが、ひとまずダウンロード自体はこれで OK です。次にダウンロードしたソフトの展開方法を解説していきます。まずはマイコンピューターをクリックしてエクスプローラーの画面を表示させてください。すでにエクスプローラーの画面を開いているのであれば、画面左の項目にある PC をクリックすることでも表示可能です。次にダウンロードをクリックしてください。すると先ほどダウンロードした3つのソフトの圧縮フォルダが上に表示されているはずなので、3つともすべてデスクトップ画面にドラッグ&ドロップしてください。次にどれでもいいので圧縮フォルダの上で右クリックしてすべて展開をクリックしてください。するとどこに展開するのか選択する画面が表示されますが、特に変更することなく展開をクリックしてください。するとデスクトップ画面に展開されたフォルダが表示されます。あとは同じ要領で他の2つの圧縮フォルダも展開してください。次は各ソフトの基本設定を行っていきます。まずは HCG というフォルダをクリックして開いてください。次にニコメントジェネレーターマスターのフォルダもクリックして開きます。2つの画面を開けたら、ニコメントジェネレーターマスターのフォルダをドラッグしてコメントジェネレーターのフォルダ内にドロップしてください。念のために確認しますが、コメントジェネレーターのフォルダをクリックして表示された画面内に先ほどドラッグ&ドロップしたニコメントジェネレーターマスターのフォルダがあることを確認してください。確認できたら次は画面左の項目にあるローカルディスク D をクリックしてください。そしてデスクトップ画面上にある HCG のフォルダをドラッグしてローカルディスク D の中にドロップしてください。ちなみにデスクトップ画面の保存場所は C ドライブとなっているのですが、 C ドライブに保存しているとこのソフトがうまく機能しなくなっています。 D ドライブであるローカルディスク D の中に保存しないと機能しないので、必ずこのような操作を行うようにしてください。次に別の設定を行いますが、 HCG というフォルダをクリックしてください。次にコメントジェネレーターというフォルダをクリックしてください。次に HCG セッティング.exe をクリックしてください。
するとこのような設定画面が表示されますが、コメントジェネレーターの保存場所を教えてあげないといけないので、コメジェネの場所の参照をクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、 PC の中にあるローカルディスク D 内の HCG フォルダの中にあるコメントジェネレーターのフォルダをクリックして選択してください。できたら OK をクリックしましょう。これで正確な保存場所を教えることができたので OK をクリックして設定を確定させてください。次にマルチコメントビューアーの設定を行いますが、実際に展開したフォルダを開いたらマルチコメントビューアー .exe をクリックしてください。するとお使いの PC によってはこのような画面が表示されますが、その時は詳細情報をクリックして実行をクリックしてください。ちなみにウイルスなどは含まれていないので安心してもらって大丈夫です。するとマルチコメントビューアーが起動するので、ここからコメントジェネレーターと連携させていきます。まずは画面左上にあるプラグインをクリックしてコメジェネ連携をクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、 HTML5 コメジェネと連携にチェックを入れてください。次にコメントジェネレーターの設定ファイルの場所を選択してあげる必要があるので、選択をクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、ローカルディスク D をクリックして HCG のフォルダをクリックし、コメントジェネレーターのフォルダをクリックします。そしてこの中にあるセッティング .xml をクリックしてください。これで無事に設定ファイルの場所を設定できたので、×ボタンを押して設定画面を閉じましょう。続いて OBS での設定方法を解説していきます。まずはソースの欄にあるプラスをクリックしてブラウザをクリックしてください。するとソースを作成選択と表示されるので、分かりやすい名前をつけたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。次にプロパティの画面が表示されますが、ローカルファイルにチェックを入れたら参照をクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、ローカルディスク D をクリックして HCG のフォルダをクリックします。次にコメントジェネレーターをクリックします。次に2コメントジェネレーターマスターをクリックします。するとこの中に2コメントジェネレーター .html というのがあるので、こちらをクリックしてください。するとローカルファイルの項目に先ほど選択したものが表示されます。次にコメントが表示される領域の設定を行いますが、 OBS の基本キャンバス解像度に合わせて設定するのがおすすめです。基本キャンバス解像度は設定から映像の項目をクリックすると確認できるようになっていますが、 OBS の画面の大きさを調整する設定項目となっています。自分の場合は 1920×1080 に設定していますし、コメントが OBS の全画面で表示されるようにしたいので、幅は 1920、高さは1080に設定します。設定できたら OK をクリックしてください。 OBS の設定ができたら、マルチコメントビューアーに配信を連携させて OBS にコメントが表示されるのか確認していきます。まずは自分の配信の画面でもいいですし、他の人の配信画面でもいいので、共有をクリックして配信の URL をコピーしてください。ちなみにここで注意点を言っておきますが、今リアルタイムで行われている配信や配信開始前の準備段階でしかニコニコ風にコメントを表示できなくなっています。例えば過去の配信の URL をコピーしてマルチコメントビューアーと連携させようとしても、切断されましたと表示されて連携ができないので注意してください。また配信自体を非公開にしていても連携できないので、必ず公開もしくは限定公開に設定してから連携させるようにしてください。実際に配信の URL をコピーできたら、マルチコメントビューアーの画面左上にある接続を追加をクリックすると、配信サイトを選べたり配信の URL を入力できる項目が表示されます。今回は YouTube でやっていきたいので、 YouTube ライブであることをまずは確認してください。ちなみにこの項目をクリックすると、様々な配信プラットフォームが選択できるので、 YouTube 以外でも今回の方法は使えるかもしれないです。検証はしていないので、興味がある人は実際に試してみてください。あとは URL 放送 ID の項目に配信の URL を貼り付けたら、接続をクリックしましょう。読み込みに少し時間がかかるので10秒くらい待ってほしいのですが、その後は配信にコメントを入力して OBS の画面にコメントが表示されるのか確認してみてください。ちなみに OBS の配信開始だったり YouTube 側の配信開始ボタンは押す必要はありません。実際にコメントを入力してみると、
はい、このように OBS に表示されるので、このまま配信を行えば画面にコメントが表示された状態で配信が可能です。もしも OBS 上にコメントが表示されない場合は、一度 OBS を再起動してから確認してみてください。ちなみに文字の大きさやフォント、色を変更する方法に関してはちょっと分かりませんでした。もしもやり方を知っている人がいるのであれば、コメント欄で教えてくれると助かります。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法やゲーム実況に使用する機材やソフトの使い方、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。